万水一路は、源氏物語の注釈書である。煉瓦市、月村人昌葬席の門人である煉瓦市の都営館の作とされる。山下水や、民工入リスわえなどの室町時代後期の多くの注釈書と同様に、初中修正の性格を強く持った注釈書であり、川海賞や、課長余嬢、西流賞、老下賞の四賞。 源氏物語を理解するための必須の注釈書であり、これらは、どれが欠けても不都合であるとしてこの四書の寛容な部分の省略することなく一書にまとめたのが本書であるとする。なお、本書では先行する書注釈書に記されている説の、他に、広氏として、英館の詩、月村人志総石の説や、寛として、 英館自身の説を多く引いており、レンガ史の源氏学の集大成としての性格を持っている。江戸時代の半本及び現存する多くの写本では、両県において、この物語書きは、ジムル、年号こと観光元年より今年、天正三年までは572年とあることから1575年の成立と考えられるが、 内容の大きく異なる国立国会図書館造本では同じ部分がこの物語書きはジムル年号こと観光元年より今年天文14年までは542年となっておりこの1545年に第一次本内史は初公本とでも呼ぶべきものが作られたと考えられる本書には多くの写本が存在しており 成立当初のものと思われる28冊本のほか、源氏物語の関数と同じ54冊、本、37冊本などがあるが、大部分は同じ内容のものである。ただし、国立国会図書館増本及び九州大学国語学国文学研究室増本のみは、最流書や廊下書からの引用がなく、また、広史や館などとして示される。 電話師たちの説も記されていないなど、大きく内容が異なっており、また両県において、この物語書きは、ジムル、年号こと観光元年より今年天文14年までは542年と成立時期も異なっていることから、1545年に書かれた第一次本内史は、初公本とでも呼ぶべき、比較的初期の形態を残す写本であると考えられている。 写本の本書が引用している、源氏物語の本文は、当時主流となっていた、三条西屋本系統の青表紙本ではなく、川海賞以来の注釈書によく見られるような、青表紙本的な性格も持ってはいるもののより、河地本や別本に近い部分を含んだ、性格のはっきりしないものである。なお、本書が半本になった際には、 源氏物語の本文全文を含むようになるとともに、本文自体も青病紙本系統のものに改められている。本書は成立してから多くの写本が作られたが、その他に江戸時代になって松永帝徳による1652年12月の抜文を付したものが漢文3年になって半本として刊行され、さらに広まった。元々の野と久氏間によるものは、 源氏物語の本文全文を含む注釈書ではなかったが、半本にする際に、源氏物語の本文全文を含む形のものになった。半本のものは54巻62冊からなる。半本になって、源氏物語の本文全文を含むようになった際には、その本文そのものも、三条西下本の影響の強い江戸時代初期の半本。 中でも無罰無感規制半本源氏物語の本文に非常に近い青拍子本系統の本文に改められており、この版本、満水一路は源氏物語の本文の捨て流を考える上でも重要な存在である。ありがとうございます。